皆さんこんにちは、浪費家の妻です。今回は前回の家計簿のレシートの振り返りとなっております。興味のある方はよろしかったら最後までご覧くださいませ。はい、ということで今回はレシートの振り返りの動画となっております。それでは早速振り返っていきます。8月の15日、こちらは札幌黒ラベルのタンブラーを購入した日となっております。1個2400円ぐらいしました。ちょっと高いですね。じゃけど本当にめちゃめちゃ気に入って毎日使用させていただいております。時々動画にも出てきているかと思われます。はい、続きましてこちら8月の16日のレシートたちでございます。この日は娘の誕生日でございました。まず最初にこちら銀だこのレシートでございます。いろいろとお買い物をしていて息子がお腹を空いたっていう感じでね言ってきたので、たこ焼きを購入した金額となっております。続きましてこちらはパン屋さんでございます。アンティークというパン屋さんご存知でしょうか。そちらでねバナナのコラボのパンがございまして、すごく食べたいとのことだったので私が、はい、購入させていただきました。こちらはカフェに行った金額となっております。こちらは完全になんとなくカフェに入ったという感じでございます。これがいけないところですよね。はい、続きましてこちらはピザの金額となっております。こちらのピザで何人分だったかな、大人6人と子供2人分のピザの金額となっております。はい、続きましてこちらスイカとバナナを購入した金額ですね。娘がね本当にスイカが大好きなので1玉丸々購入させていただきました。はい、続きましてこちらはウォンズの金額なんですが、こちらはピザを食べる時に飲むコーラだったりとか、あとはまあ親のパックとか購入しておりますね。はい、続きましてこちらはサーティワンアイスとなっております。これはね8個入りのカップのものを購入させていただきました。美味しかったです。はい、というのが8月16日のレシートたちでございました。それでは続々見ていきます。8月の17日こちらお寿司ですね。421円、田舎巻きをなんか小さいお寿司屋さんで購入した感じとなっております。続きましてこちらスーパーでそうめんだったりとか卵、牛乳、そしてまあいろいろ購入してますね。あれですね、おやつですね我が家の節約の壁、おやつ、そしてこちらドーナツです。いちごミルクの新商品のものを皆様食べられましたか。あれをね購入した金額となっております。この日からミスドのドハマリブームが来てしまっております。私自身も息子もすごくドーナツが大好きで本当によく買ってしまっております。続きまして8月の19日のセブンイレブンのレシートです。これはね食パン2斤購入したものだったりとか、リンゴジュース、そして甘いものとか購入してしまっております。はい、そしてここら辺から始まる旦那のプロテインブームですね。実は旦那くんがお盆から減量を始めましてちょっとお腹が気になるということでね、運動してはプロテインを飲んで、あの食事もね改善していこうということで、芋を買ったりバナナを食べたり、あと鶏肉を食べたり、そしてこんな感じでプロテインを購入したりっていう感じでね、かなりそちら関係にもお金を使ってしまっている月となっております。はい、いろいろと頑張って食事とかも変えたりとかしているんですが、なかなか結果は出ずという状態でございます。はい、続きましてこちら8月の24日土曜日で、これはあれですね、業務スーパーで購入したものたちですね。貯金がゼロになりましたの動画の素材の動画として撮らせていただいた時に全部出ているかと思います。あの動画は本当にいっぱいコメントをいただきまして、いろんな意見アドバイスをねいただけたので、本当に自分のためになるような動画を作れたなっていう風にしみじみ思っております。そしておやつ買いすぎですね。はい、続きましてこちらはウォンズの購入品となっております。いろいろと買っておりますが、何が一番高いのかな、あれですね、詰め替え用のものなんですけども、
洗濯物のビーズを購入いたしまして、それが1600円もするという感じですね。干した後の洗濯物の匂いが無臭なのが本当に耐えれなくって、現在は柔軟剤とビーズを使用させていただいております。続きまして、こちらはローソンの購入金額ですね。右側が娘と旦那の購入品、左側が息子のカルピスでございます。そしてこちら8月の23日のくら寿司のレシートですね。このビックラポンプラスというのがございまして、3皿に一度ビックラポンが出てくる仕様となっております。これなしだと毎回1個は出るんですが2個目は出ないんですね。なので、まあ息子が譲るわけもなく娘がギャン泣きしてしまいますので、今回こんな感じでね、課金させていただきました。とはいえ3回に1回とはいえね、合計で30枚は食べないといけないというね計算となっておりますので、かなりいい商売ですよね。はい、くら寿司以外に今後は行きたいなというふうに考えております。続きまして、こちらはウォンツでの購入品となっております。これはね、旦那くんが多分買ってきてくれたものかなっていう感じでございますね。記憶にございません。これはウェルシアの購入品となっております。実はね、この日の夜にアリが大量発生いたしましてまあ1階なんで虫が出るのは本当にしょうがないんですけども、虫とは今まで無縁の生活を送っていたので、もう発狂しながら虫対策のものを大量に購入させていただきました。そしてこちら8月の30日だったかな、ドーナツのレシートとなっております。この栗戸のね、和栗ホイップ、これがめちゃめちゃ美味しかったです。ということでレシートはこちらで以上となっております。今回も今回とてね、スタートダッシュはしなかったものの、2週間のうちに幅広くお金を使用してしまったがゆえに、こんなに大量にレシートが発生してしまいました。しかも一個一個がね、3000円以上だったりとか、コンビニを使用してしまっていたりとかね、かなり反省する点は多々あるかと思います。はいこれでね、9月の2週間どう過ごしていくんだという感じでございますよ。それにつきましては、来週また家計簿の動画を出させていただこうかと思っております。はい、ということでレシートの振り返りはこちらで以上となっております。いい感じに進められていたかと思いきや、全然そんなことはなかった2週間のレシートの振り返りだったんですが、いかがだったでしょうか。まあ普通に無駄遣いというか、ミスドというか、なんというか自分の自制心を本当に伸ばしていかないといけないなというふうにしみじみ思った回でございます。これは毎回言っていますね。はい、次回こそしっかりと頑張っていけるように、夫婦で食費に関してしっかりと相談しつつやりくりをしていこうと思っております。次回こそは頑張ります。皆様もこの動画を反面教師にして、一緒に無理のない範囲で家計管理一緒に頑張っていきましょう。今回もね、全然成長が見せれない動画ではございますが、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。お疲れ様です。